自動車の走行距離に応じて課税する走行距離課税に注目が集まっている。10月26日政府の税制調査会は自動車税制の見直しに着手。その中で浮上したのが走行距離課税だ。ハイブリッド車の普及などでガソリン税、軽油引取税などの燃料課税は減収が続いている。2022年度は 3.2 兆円で、2007年度から約1兆円も減る見込みだ。ガソリン税、軽油引取税は道路特定財源として道路の維持や整備に使われており、その代替となる財源を確保する狙いがある。多くの人が影響を受けるだけに、ツイッターでは走行距離課税がトレンドの上位に上がっている。中でも多いのは地方に暮らす人の怒りの声だ。公共交通機関は減る一方で何するにも車が必要で、車がなければ何の娯楽にも買い物さえもままならない地方民からこれ以上絞り取って何が楽しいの。地方民にとっての車はまさに生命線なのよ。2年に1度の車検を受け、大切に乗っても13年経ったら重量税を課税され、その上走行距離課税までされるのは、賃金格差がある中懸命に生きてる地方民の気持ちを考えてほしい。地方民をなめんな。自動車の走行距離が地域によって大きく異なるのは言うまでもない。ある調査によれば、自家用車の世帯あたり平均年間走行距離は東京都は 2000km 未満、大阪府でも約 3000km。 それに対しほとんどの道府県では 6000km を超え、茨城県、福井県、佐賀県などでは 10000km 近くになっている。また走行距離課税により物流への心配をする声も多数ある。物流業からがっぽり取る計画か、ただでさえ燃料高騰や仕事減で経営厳しいところに、これは補助金は遅いが増税はくっそ早いからな。この国国民一揆が起こらないのが不思議。走行距離課税が採用されたら日本の物流コストはかなり上乗せになる。日本経済全体にとどめ刺したいって理解でいいのかな。自動車にかかる税金は自動車税、自動車重量税、環境性能割、消費税と二重、三重にもなっており、負担が大きすぎるとの批判も多い。ガソリン価格は円安の影響もあり高騰。2002年はリッター105円レギュラーだったが、2012年は146円に。2022年10月時点では170円近くにまで上昇している。しかもガソリン価格の約半分は税金なのだ。この上まだ取るのか、見直しするなら追加じゃなくて削減すべき。なのに増税の決断だけは早いからなぁと、岸田首相に対する不信感も大きい。ここは聞く力に期待したいものだが。